ライト J65 ライト J65 はアームストロング指導ー社によってライセンスを受けたカーチスライト社によって生産された軸流式ターボジェットエンジンである。サファイアを原型として開発された J65 はアメリカの複数の機体に搭載された。1950年にカーチスライト社はサファイアのライセンスを受けて1951年に 量産する計画を立案した。しかし、サファイアの中央区画の単造によるリフューザーフレームを溶接接合に変更するようなカーチスライトによる設計変更に起因する遅延により2年間も量産開始が遅れたことにより、J65 の潜在的な市場の大部分をフラットホイットに J57 に奪われた。量産開始が遅れたものの、 イギリス製と同様に性能は良好で当初の予定だったマーティン B-57 キャンベラや J65 搭載仕様のノースアメリカン FJ-3 フューリー、カイ J-4、ダグラス A-4 スカイホーク、リパブリックカイ -84 カイ、サンダーストリークと2機のロッキード X カイ -104、スターファイター試作機に採用された。 出力6500から1380エップのターボプロップ版の J65 がライト T49 としてカーチスライトによって開発され民間用の派生型の TP51A にも同様に設計された T49 の最初の運転は1952年12月に実施されこの時の出力は 8000SHP で飛行試験は XB-47D 飛行試験機で1955年8月26日から実施された。しかしながら、これ以降、エンジンの市場から撤退した。一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。